はい、モーリングです。今回はちょっとねオートバレマイクのテストをやっていこうと思います。で、まあ、今回紹介するマイクっていうかね、サウンドブラスターにつないで、どんな感じで聞こえてくるかっていうのをね、ちょっと今試しそうとしてます。で、マイクはね、ちょっとサウンドブラスターにつないだ分に関しては、あれですね、イヤホン、まあ、3.5 ピンのジャックタイプのイヤホンを、何種類かつないで、マイクテストです。で、今つないでるのが、これはなんて、アルボックスコンっていうかな、アルボックスコン、ちょっとようわからん。もともとね、遠隔で、まあ、スマホに挿して使う分なんですけど、遠隔でこう音を飛ばせる、だスマホを、まあ、遠いところに置いて、まあ、話せる機械についてたイヤホンで今喋ってます。クリップタイプですね。はい。で、今回は、このスパイダーマン、まあ、何でもよかったんですけどね、スパイダーマンで試そうかなと思ってます。まあ別にこれちょっとね、よく喋るんでね、このゲーム自体がね。はい。で、まあ一応それをちょっとね、テスト的にやっていきたいと思います。まず今回はその、遠隔で飛ばせるやつについてたイヤホンで、クリップのマイクで喋ってます。はい。では、ここからね、また違うイヤホンで、話したいと思います。はい、ああちょっと遠いね。今クリップやったんですけど、これはこの間紹介したソニーのコンデンサーマイクですね。こちらの方で今喋ってます。で、まあこれもね、まあちょっとね、クリップついてないんで、ちょっと手持ちで喋ってる。で、まあこれをちょっとね、離した状態にするとやりましたね、まあこんな感じでちょっと遠くなっちゃう。まあこれで今だいたいね、60センチ以上離れてる状態でしゃべってます。うまくいきますね。で、ちょっとね、このスパイダーマンの声がうるさいんだけどね。で、まあこんな感じで、ちょっとこれはまあ10センチぐらいでしゃべってます。ちょっとね、これは微妙かな。まあこれもヘッドセットみたいな感じになってるんで、ちょっとね、すごい聞きにくい。イヤホンの方の音がね、ちょっとどうも聞きづらいです。多分これがあまりもう一つよろしくないんかな。マイクもまあちょっといまいちちっちゃいですね。はい。これはちょっとね、却下です。これはね、ベノムっていうところのメーカーのヘッドセット。で、これはね、どない言ったんだろう。7.1 チャンネルで使えるとかなんとかっていうやつでね、まあちょっとこれ知り合いから3000円で新品を譲ってもらったんですけど、うん、これはね、正直に言って申し訳ないんですけど、もう音が全然悪いし、マイクもね、なんか飛び出てるこの角度が悪すぎるんか知らんけど、すんごい短いんですよ。だからこういう風にちょっと手で囲ってね、マイクにこう反響させないと、こんな感じで大きい音が拾えない。まあその辺がね、ちょっといけてないかなと思います。はい。まあこれはちょっとね、お遊びでちょっと譲ってもらったんですけど。はい。では次のヘッドセットいきたいと思います。はい。大丈夫ですかね？聞こえますかね？聞こえるね。ミュートやね。これがね、もう正直言って、つけ心地は一番いいっていうか、軽い。これもアマゾンでね、多分2000何ぼで買ったクソ安いなんかわけわからんメーカーのヘッドセットは、ちょっと後で詳細載せときます。なんか評価は良かったんで、ただ、まあ久々に使ったんですけど、まあ、ゲームする分には、うん、問題ないかなと。うん、うん。音もね、まあそんな悪くないかな。ただ、つけ心地が、さっきのベノムよりも、
ベノムっていうか、これなんていう名やったっけな、ちょっとまた後で、書いておきます。なんていうタイトルやった、これもあんま覚えてないんだけど、なんかね、ゲーム、プロゲーマーが使用してるやつでさ、あの自分の格闘ゲームでね使ってるベノムのコントローラー、アケコンと同じメーカーですね。うん、これはとりあえずちょっと正直に言うと、この今使ってるのはまあ安い割にはいけてるかなと思います。はい、これがね自分がメインで使ってる M-POW か M-POW かは読み方はわからないんですけど、Amazon でもなかなか評価良かった、これも3000台ぐらいで買ったヘッドセット、これをね自分はあのずっと使ってますね。まあなんでだろう、あの高いねヘッドセットを買うっていう概念っていうか、まあ買っちゃえばやっぱりねそれよりもこうレベル2回使えないんですよね。だからとりあえずちょっと下のものを、安いものを買って試すっていうのがやっぱり自分には合ってるかなと思って、今ちょっとねこれをメインで使ってます。はい、今回の USB マイクは、ファイファインかな、ファイファインっていうかな、FIFINE っていうメーカーの、これはねモニタリングができる、後ろにイヤホンがさせて、なおかつあのボリューム調整ができるやつです。だからこの本体側のボリュームをこう絞ると声がーっとねあのちっちゃくなったりできる感じです。で今喋ってる距離感としては40センチぐらいのところで喋ってます。まあこれはねあのね前にルームチャットっていうかあのプレステ4でねあの CG やった時かな、まあ、CG 全然やってないんやけどね、 CG やった時にあの、まあ、知り合いが CG やろうよっていうことでね、でルーム開いてくれてルームチャットしてやったんですけど、なんかまああのその本人曰く、いや音めっちゃいいですよと言われて、あそうなんやって、まあその他のねマイク使ってやってないんで、まあいいのかどうかっていうのはね、まあその1個しか試してないんであれなんですけど、結構ねあの安いっていうか、まあ5000円ぐらい、5000円ちょいでなんか値段今上がっとんかな、5000円ぐらいで買ったんですけど、まあなかなかいろんな YouTuber の人が評価良かったんでちょっと買ってみよう思って、だいぶ前にもう半年以上前に買ってあんまり使ってなかったんですけど、まあまあゲーム実況するんやったらこれがいいのかなとか若干思ったりもしてるんですけど、まあどうですかねこのマイク、あえいうえおあお、まあどうなんか今40センチぐらいで話してんで、ポップガードを今ちょっとねつけてないというか、まあちょっと方向変えたら、まあこれポップガードついてる状態で喋ってるんですけど、まあこれをまあポップガードを避けたらこんな感じですね。ちょっとねやっぱりバビブベボとかちょっとねバビブベボ、まあ破裂音ってあんまり40センチあるんだったらそんな入らないんですけど、バビブベボ、隣の柿はよく柿食う客だ、まあちょっとわからんけどね、ね、まあいいのかなと思います。であと USB マイク他にもあるんですけど、もうそのねソニーのねなんちゃらかんちゃらいうあのこのボーカルマイクいうのも持っとるんですけど、ね、これ何だったかな、うん、PCV80U とか持ってるんですけど全然使ってないので、もうこれのちょっとねもう試そうかな、だからその下のこの USB の部分がどっかへ紛失したんでまあこれでいこうかなと思います。じゃあ次ちょっとね切り替えていきたいと思います。ちょっと最後にまたちょっと G6、サウンドブラスター G6 につないだ、ちょっと 3.5 ピンのクリップマイク、これはあの自分がずっと10年前にから使ってるあのエレコム のクリップマイク、まあ要は配信、生配信用にずっと使ってきたやつなんですけど、まあこれがねもう使い勝手が良くて値段も700、800円ぐらいの、まあただのマイクなんですけど、別にイヤホンがついてるわけじゃなく、ただのマイクなんで、まあ、コンデンサーマイクなんですけどね、これがね、まあ、外部のね周辺のその周囲の音をよく拾うんですけど、
まあクリップいうことで口元、まあ下にね、あのシャツとかにこうつけて、まあ喋れるっていうね、まあ声がはっきり聞こえやすい。まあこれでずっと配信しててね、あのいつもラジオ感覚で見てた視聴者さん、視聴者さんがね、1年間自分の配信をね、まあ潜って聞いてたと、1年とか半年っていう人もおったけどね、まあ理由を聞いたら、自分の声がだんだん眠くなってくるらしくて、まあ、不眠症の方が自分の声を聞きながら1年間潜ったまま、いつも寝る前に自分が配信してたらラジオ感覚で聞いて寝てたというね、よく眠れる、寝く 眠れましたって言われてね、どんな利用の仕方してんねんみたいなね、まあなんか眠くなるらしいです。まあ催眠効果っていうかね、まあまあまあそういった時に使ってたマイクです。はい、まあこれちょっとね最後紹介しよう思って、はい、ということで、まあいろいろね、あのマイクを試してみたんですけど、まあどれが一番聞きやすかったですかね。まあ実はまあ他にもね、あとスタインバーグっていう、まああのエフェクターじゃない、エフェクターか、あの UR12 っていう、まあスタインバーグの、あのちゃば、オーディオインターフェースエフェクターじゃなしにオーディオインターフェースをつないで、でそれに、まあオーディオテクニカ、まあ、このマイククソ高いんやけどね、1万円以上するようなそのマイクで喋りたかったんですけど、もうつなぐめんどくさいんでね、それはなしで、まあ、安い安価なマイク、ヘッドセット、イヤホン、まあそういったちょっとレビューをね、ちょっとね、あのやってみたかったんでやっちゃいました。はい、まあ、なあ何かの参考になればいいかなと思ったんで、それを撮ってみました。はい、ということで、ね、またね、どれがいいかなって、まあ、どの音がいいかなみたいなね、まあ、自分のこんなガッサガサな声なんでね、なかなか難しいかもしれないですけど、まあ、参考にしていただいたらなと思います。はい、ということで、スパイダーマンより、以上となります。はい、ではまたね。